ヘイヨーザップ山本です。完全オフスタイルでごめんなさい。もう髪の毛もぐちゃぐちゃなので帽子でごまかしているといういつもの山本でございます。本日は2023年1月5日夜7時半ちょっと前になります。今回お届けする動画ですが、2022年のフライトを振り返ってみて、果たして私山本はどれぐらい飛行機乗ったのか、そしてどれぐらいの時間飛行機にいたのか、そしてどれぐらいの距離を移動し、もう口が回らないですね。どれぐらいの距離移動したのかであったり、2022年に関する情報を振り返りつつ、かつ2023年の目標であったり、これはもう必ず達成するよということをお届けしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元ビリーガー、私、山本が旅の情報、フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さん、私、2022年、どれだけ飛行機に乗ったか、わかりますか？自分でも数えてみたんですけども、こんなに乗ってたかっていうのが正直な感想になりまして、かつ2023年、とあることを私は達成予定といいますか、もう達成します。で、これ何がというと、またこの後具体的にお話しするんですけども、多分、YouTube やってる人でもそんないないんじゃないかなと。で、ましてや飛行機動画を中心に配信してる人で、こうなった人はいないんじゃないかな、というのを僕勝手に思ってます。いたらいたでごめんなさい。まず2022年のフライトの振り返りを行いたいと思います。一番最初に乗ったの皆さん何月何日だと思いますか ?2022 年。実は3月17日なんですよ。1月と2月に関しては私飛行機一切乗ってません。3月も中旬まで一切乗ってません。2021年に人生最長の旅出てたんですよね。エミレーツの成田からドバイのファーストクラスから始まって、日本航空のファーストクラスの座席のビジネスクラスで戻ってきたよっていうあの旅あったと思うんですよ。もうコロナ禍真っただ中に私旅に出たんですけども、それの動画がかなり余ってたと言いますか、上げなきゃいけない動画がいっぱいあったので、1月と2月と3月の中旬は基本的に札幌にいました。その間札幌の方に泊まったりとかしてましたけども、どこか遠出することなくずっとおとなしく過ごしてたんですけども、3月17日に札幌から東京行って、そこからフィリピン行ったところから入りまして、で、最後がもう公開しております。12月31日にピーチのフライトを使って、バンコクから大阪関西空港に戻ってきたよっていうところが2022年の最後のフライトになります。数えてみたんですけども、びっくりしますね。自分でも。どれだけ飛行機に乗ったか発表したいと思います。2022年、私、山本が飛行機に乗った回数は、1の位からいきます。1の位は1です。10の位、4。100の位、1。すなわち、141回私飛行機に乗っております。自分でもびっくりしたわ。なので、単純計算も3日に1回ぐらいのペースで飛行機に乗ったよっていうような状況ですよね。もうちょいいますよ。1月から3月の中旬まで私一切飛行機に乗っておらず、まあ、正味、ほぼほぼ、今年度っていうのかな ?2022 年度になってから、4、5、6、7、8、9、10、11、12? 9ヶ月ぐらいで141本乗ったっていう計算になります。マジで自分でもびっくりだわ。そのうち、まだ実は動画に出せてないものがいっぱいありまして、数えてみたんですよ。まだ動画に出せてない飛行機動画がなんと60本あります。50本ぐらいかなと思ったんですけども、改めて計算してみると、なんと60本まだまだ出せてない飛行機動画がありました。ちなみに141本のうち、エコノミークラス、91本です。そしてプレミアムエコノミークラスが3本。あとはもうすでに公開しておりますけども、ANA の国内線のプレミアムクラスが1つ。日本航空のクラス J が1つ。そして国際線のビジネスクラスが32。そして国際線のファーストクラス。これがなんと13。乗ってます。ただまだまだこのうち60本出せておりませんので、今後ファーストクラス動画も出てきますし、ビジネスクラス動画もバンバン出てきます。本当に自分でもびっくりするぐらい乗ったなと思ってて、今回の141本飛行機乗ってますけれども、所要時間あると思います。この所要時間だけを全部足してみたら、皆さん何時間になったと思いますか ?141 本私乗ってるんですけども、なんと、トータル466時間と27分。やばいね。これ何日分よって思って計算してみたんですけども、すごいよ。もう466時間なので、もう一回計算してみようかな。466.5 ぐらいでしょうか。割る1日24時間なのでやばいね。19日半やばいね。
1年365日あるうちの19日半は私単純計算で飛行機の中にいたという計算になります。そして総移動距離を計算してみました。一区間一区間計算してダーってやってみたんですけども、17万9618マイル私は飛行機だけで移動しております。札幌東京間ちなみに510マイルなんですけども、この17万9618マイルが札幌東京間を何往復できるかで計算してみたら、なんと352回なので往復176往復する距離ですよ。17万9618って。それだけ私は移動しておりまして、そのうちもう一度言います。60本まだ出せてないんですけども、そのうちの5本ぐらいは例のアップルストア事件によってデータが今消失している状態です。なので、もしかしたらこのうちの6本ぐらいはこのまま自分も見ることなくお蔵入りになってしまう可能性があります。ハードディスクがあるんですけども、自分では復元できなかったので、業者に持ち込んで十数万払って、しかもこれ戻せるか分かんないですからね。っていうのもあるので、僕はもう諦めてるので、まあ、賞味50何本かな ?55 本ぐらいかな。まあ、それにしても毎日飛行機動画出しても2ヶ月分は飛行機動画でも賄えますよっていう計算でもありますので、しばらくはうちにいようかなとは思いつつ、何かお宝航空券が発掘されたら、どこか行くとは思うんですけれども、とりあえず今は家で、今後の動画のストックを量産する体制に行きたいなと思います。びっくりしました。もう一度言いますね。17万9618マイル私は移動しておりまして、ソータル141本飛行機乗っております。そしてフライトの所要時間だけで466時間27分分私は飛行機乗ってるという計算になりまして、まだまだこのうち60本は出せてないよという状況です。本来はもっと飛行機乗る予定だったんですけども、実は私やらかしてしまった事態がありまして、この後航空会社に電話したいと思いますので、そのやり取りでご確認ください。本当に私はバカみたいなことをやってしまったよという話です。それでは電話します。どうぞ。ありがとうございます。 JMB ダイヤモンド JGC プレミア会員予約でございます。航空券でご相談がありまして、予約番号をお伝えしてもよろしいでしょうか。2021年の8月31日に発券したチケットになります。変更して後ろの3区間を最終的には2022年の12月の頭の方に持ってったんですよ。で、12月1日に4区間目入れてたんですけども、はい、ちょうどその頃私カタールワールドカップ見に行ってたんですよ、はい、変更したにもかかわらずすっかりこの便の存在を忘れてて、はい、結果乗れなかったんですよ、はい、で変更しようにも変更できなくて今に至るっていうような状況なんですけども、はま、はそうですね、これがメールで届いてないので、はい、どう確認しようがないと言いますか。皆さん何が起こったか分かりますか。これでなんとなくこの会話の流れで分かったと思うんですけれども、私カタールワールドカップ行ってる間にフライト予約したのをすっかり忘れてたんですよ。そして搭乗予定の翌日に気づいて電話したんですけれども、今説明した通りでもうどうしようもできないようなことを言われてしまって、その後どういう対応になるのかっていうのをまだ何もせず、本日1月5日になるんですけども、1ヶ月ほどほったらかしてたっていうような状況ですね。なのでもう少々お待ちください。山本様、はい、はい、ドバイからバーレンの往復と、最後の区間と3区間確かに残ってるんですけれども、はい、ここの航
航空券は、もうマイルも、もう一部使ってらっしゃるので、マイルがまず戻せないのと、できることとすれば、お支払い済みの、乗ってらっしゃらないこの3区間の、タックスのお払いになります。はい。はい、これもそれ以外は、もう放棄するか、一部の金額を返金してもらうかの2つしか選択肢がないということを。そうですね、この航空券自体はもう、はい、残念ながら、ご搭乗されなかったということで、はい、無効になってしまっているので、これはもう一区間でもそういうふうになっちゃうと、残りの2区間が仮に期限、はいはい、まだこれこの先に搭乗を控えたとしても、はい、その航空券自体がもうすでに無効になってしまうと。これワンワールド特典で、例えば同じような日程で発券しただとか、他の提携航空会社のワンワールド便に出たとしても扱いは同じ、はい、あ、そうですね、それは僕も共通のルールでございますので、それが JAL 券であろうと、はい、ワンワールド特典であろうと、はい、はい、同じです。わかりました。であればもうどうしようもできないので、はい、手続きよろしくお願いします。はい、そして使ってない部分の、はい、はい、はい、よろしくお願いします。はい、かしこまりました。ではこちらで、ご利用いただいたクレジットカードを通してご返金するように進めさせていただきますので、はい、はい、ではこちら、金額はちょっとすぐにわからないのですけれども、もう申し訳ありませんが、お払い戻しの額を明細で確認いただくという方法を進めていただいてもいいですか。はい、わかりました。じゃあ特段連絡メールなどが届くわけでもなくて、自分でクレジットの控え見て確認するってことでいいですかね。はい、わかりました。カードの締め日などの兼ね合いがおそらく2ヶ月ぐらいは確認いただくかもしれませんので。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。はい、てなわけなんですよ。もうこれだけで何があったか分かる方とも分からない方もいらっしゃると思います。簡単に言います。エミレーツ航空のファーストクラス、12月1日に私予約入れてたんですけども、12月1日はカタールワールドカップ、普通にサッカーは私見てました。スペイン戦の試合日当日、この日に飛行機入れてたのをすっかり忘れてって、その結果その便乗れませんでした。残り3区間、ドバイからバーレーン、バーレーンドバイ、ドバイからリヤド、これのエミレーツのファーストクラスを3区間持ってたんですけれども、この3区間目のうちの1区間目、ドバイからバーレーン、これ乗り損ねました。まあ、いわゆる脳症みたいな扱いになってしまった結果、残りの2便、バーレーンからドバイとドバイからリヤド、ファーストクラス3本私は脳症扱いになって、この航空券の効力が全て失われてしまいました。しかもマイルも返ってこない、返ってくるのは諸税のみ、っていうのが今回のことの顛末なんですよ。なので皆さんマジで気をつけてください。日本航空のマイルを使ってワンワールド特典で旅程組んだりだとか、あとは提携航空会社の特典組んだ場合、私のように1便でも乗り過ごしてしまうと、もちろん出発前に変更をかければ全然いいんですけども、出発後で、かつ私も前半に誕生日の付近覚えてますか、6月14日15日に2本、どこだっけな、ダンマンからドバイ、ドバイマスカット、マスカットドバイというエミレーツのファーストクラス3区間乗ってるんですよ。この3区間と今の3区間、これ合わせて実は4万5000マイルで発券したんですけども、このうちの半分乗れなかったので、もうドブにしてたようなものです。なのでやってしまいましたよということで、ちなみに現在はエミレーツのファーストクラス発券できなくなってしまいましたので、エミレーツのビジネスクラスであれば同じような予定組んで6区間マックス発券することもできるんですけれども、少しでも順番が狂ったりだとか、私のように乗り損ねてしまうと航空券そのものが無効になってしまいます。なので残された選択肢はもうこのままほったらかすか、あとは少しでも払った分の諸税、これが戻ってくる程度です。ちなみにエミレーツは燃油サーチャージかかってないので、今回入ってくる額多分数千円です。3000円とか4000円、高くてもそれぐらいしか返ってこないですし、やっちまったんですけども、もう物事何でもプラスに取り替えないといけないなと思っているので、プラス思考で考えるともうこれでもかというぐらい贅沢な話なんですけど、私エミレーツ航空ファーストクラスしか乗ったことないんですよ。実は
エコノミーもビジネスもなくて、エミレーツでファーストクラスしか乗ったことなくて、で、かつ、先ほど言った通り、ダンマン、ドバイ、ドバイ、マスカット、マスカット、ドバイであったり、あとは皆さん覚えてます ?2021 年。この航空券とは別に、東京からドバイ、ドバイ、カイロ、カイロ、ドバイ、ドバイ、アンマン、アンマン、ドバイ、ドバイから、どこだっけな、ベリュートかな、どっかまで、15,000マイルかな、135,000マイルぐらい使って、もうファーストクラス発見してたりだとかで、もうエミレーツのファーストクラス結構これでもかってぐらい乗ってるっていうのもあったので、まあ、プラスで考えたらもうどういう感じかっていうのはもうおかげさまで存じ上げてるというのもありますので、まあ、そう考えたらプラスなのかな。いやでもこれプラスになることないですよね。本当にやっちまいましたというのがあったので、皆さんも気をつけてください。気をつけてください。これがもし未使用だったらマイル戻ってきたりとかしたんですけども、一区間でも乗っちゃうとマイル返せないので、これでもしフライトにイレギュラーがあったとかだったらまた別ですけども、今回完全ワールドカップがあろうがなかろうが僕の 100% 責任といいますか、自分の都合で飛行機乗れなかったっていうこともありますので、45,000マイルしか払ってないですけども、マイルは一切戻ってきません。戻ってくるのは数千円ぐらいの諸税のみということになりますので、皆さんも気をつけてください。本当に私2022年やってしまったよという話になります。もう終わったことなのでこの話はやめです。続きまして、2023年、私が達成しそうなこと、むしろ達成することがありまして、そちらについてご報告したいと思います。この制度知ってる人あんまりないんじゃないかなと思います。まずここに資料を貼り付けたいと思います。まずここご覧ください。これ何かというと、障害マイルがここに記載されておりまして、この障害マイルというのは日本航空の便名を優勝の航空券で乗った実際の距離がここに記載されております。そのトータルが 227,929 マイル、国内線がそのうち 94,000マイルで、国際線が 137,529 マイルだよというのが書いておりまして、特典航空券で搭乗した便は正直まだ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 この2倍3倍ぐらいあると思うんですけども、これはあくまでも優勝の航空券にしかカウントされません。搭乗回数も同じです。201回搭乗してますけども、国内線155回、国際線46回となってますけども、これはあくまでも優勝の航空券に搭乗した回数になりまして、特典航空券含めると間違いなく僕は500回ぐらいは行ってるとは思うんですけれども、あくまでも優勝の回数がここに記載されております。そしてこれが何ぞやかというと、また画面全体切り替えます。こちらです。 JGC ライフマイレージという制度がございまして、簡単に言うと搭乗回数並びに障害マイル、これを一定数超えると特別なタグ上げますよというのがこれになります。一般的に JAL グローバルクラブに入会できたお客さんに関しては JGC のタグもらえると思うんですけども、それとは別のタグがもらえるということで、今回私日本航空の JGC プレミア、もう過去に7年ずーっと毎年維持してるんですけれども、ようやく達成することができました。で、これどうやったら達成できるかというと、ここに記載している通りです。障害実績なんちゃらかんちゃらってあるんですよ。もうこれフライオンポイントも別ですし、通常の特典航空券に交換できるマイルドも別です。先ほど言った通り、もうここに書いてる通りですね、通算マイル数であったり、あとは搭乗回数で、かつ優勝の航空券じゃないとダメだっていうところがありますので、これの実績が元になっておりまして、今回私が達成するのは国際線通算搭乗マイルが15万マイルになります。現状だと私137,529 マイルなんですけれども、もう前々から言っておりますが、私2023年、まだチケットはありませんが航空券持ってます。何かというと WBC です。そうです、アメリカに行く予定がありますので、このアメリカ行きも優勝の航空券でもうすでに実は手配しております。なのでこの分を合わせると私は今年中に15万マイル達成しますので、この紺色の特製タグもらうことができます。国内線300回になってるんですけども、今僕国内線155回なので145回はさすがに乗らないと思います、優勝では。なのでこの国際線でこちらのタグいただくことができまして、それ以降が25万マイルで緑の特製タグ、これがもう二つ星っていうのかな、一番上が一つ星、二つ星、三つ目が50万マイルまたは国内線750回で三つ星、チャタグになりまして、もっと上75万マイルまたは国内線1000回でワインレッドのタグ四つ星、さらにこの上があるんですよ。この上はマジですごいよ。
100万マイルまたは国内戦闘場1250回5つ星のタグ、黒の大小タグが2つもらえて、でここまで行くと得点がもっとすごくなるんですよ。何がすごくなるかっていうと、もうラウンジ人数制限なしで入室できるよと、で家族専用のクーポンもらえるよと、で家族3名を JGC 本会員にできて、あとはマイルの期限が廃止になってマイルの家族に継承できるよ、でさらにこの記念品がもらえるよとあります。でさらにその上、もうすごいよ、もう5つ星の上、もうここに5つ星しか書けないの5つ星にはなってますけども、こっちも5つ星ですからね、100万マイル。この上がさらにすごいのよ、200万マイルまたは国内戦闘場2250回、これになると、ここに書いてる通り国際線ファーストクラスラウンジやダイヤモンドプレミアラウンジ利用いただきますということなので、もう修行する必要がないんですよ、ここまで来ると。なので JGC カードを持ってるだけでファーストクラスラウンジ並びにダイヤモンドプレミアラウンジ入れるということなので、もうタグの部分、タグじゃないや、優先登場だとか、あとは手荷物の部分が最優先になるかまでは正直僕はわからないんですけれども、少なくともラウンジ利用だけで考えたら、もうここまで来ると修行する必要がないと、 JGC カードを持ってるだけで OK だよということなので、僕が70歳だとかね、もっともっと何十年後にやったらここに到達するかもしれませんけども、少なくとももうこんな旅をするようになって大体10年目ぐらいなんですよ、今年で。なので10年経ってようやく15万マイルに達成した男なので、このペースで言うと45歳でこれで65歳でこれか、果てしないな。なので僕が生きてるうちにはここの100万マイル200万マイルは絶対行かないと思いますけども、今回 JGC ライフマイレージプログラムの15万マイルに今年達成するよというお話を皆様方にお届けしたいなと思いましたってなわけなんですよ。なのでここまで到達した人って YouTube やってる方ではあんまりいないんじゃないかなと思いますので、今年はこの紺色か、今年は紺色のタグ私獲得することできますので、この紺色のタグは10月ぐらいに届くっていうのをホームページに書いてたっていうのもありますので、10月ぐらいになるかな、その頃に皆様にこんなタグが届いたよっていうのをご報告したいと思います。なかなかこれ到達できる人も数少ないと思いますし、長く乗らないとここまで到達しないですし、なんでったって優勝の航空券じゃないとカウントされないっていうところが一番大きいかな。一応 ANA にも似たような制度はあるんですけども、 ANA の場合は特典航空券でも OK ということなんですけども、やはりまだ ANA の方は僕は程遠いかなっていうところではありますので、また今後もいろんな航空会社の情報を皆様方にお届けできればなと思います。なので今回お届けした動画、2022年私は141回飛行機に乗って、残り60本ぐらいまだ動画出せてないよと、もちろん飛行機動画以外にも滞在機等々を含めたら100本以上かな、まだ出せてない動画ありますので、大急ぎで毎日更新できるように編集作業を頑張っていきたいと思いますので、2023年も改めて私の動画をご覧いただけるとありがたいです。そして2023年になると、2023年に関しては JGC ライフマイレージということで、15万マイル優勝の航空券で登場した JAL 便名のものが到達するよということなので、いつの日かタグを皆様方にお見せできればなと思いますので、忘れた頃にタグお見せしますので、皆さん忘れないように私の動画をご覧いただければなと思います。明日以降は僕の今の考えだと、初めて出すジャンルの動画、もちろん旅に関するものなんですけども、初めて出す乗り物を出そうかなと思っておりますので、皆様方もぜひ楽しみに待っててください。それはこのオフモード全開の私ですが、今回動画は以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際のリフや皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。